モウコガマはガマかガマ属に分類される植物。茎は細長く、高さは0.8から1.3メートル。葉は線形で長さ50から90センチメートル、幅2から4ミリメートル。花形上部に長さ4から17センチメートルのお花群がつき、その下につくメ花ナ群との間には4から6センチメートルの隙間が開いている。花期 果実期は6から9月、染色体数は 2N イコール30。中国やロシアなどを含むユーラシア大陸やヨーロッパに広く分布する。日本では、気化植物として扱われており、北海道や秋田県、千葉県などで確認されている。一方で、秋田県の毛ー釜ガマについては、在来種であるとの指摘もある。故障や湿地、水路、浅い川などに生育する。モーガマは、 他のガマ属植物、特にヒメガマなどと類似するが、次のような点で区別される。以下のような編集を認めることもある。A.B. ヨネクラコウジ、カジタタダシ。タイファラックスマニーレペック。B.G. プランツワミョウ学名インデックス。2012年7月19日閲覧。プラントネームリテールズ法タイファラックスマニーレペック。インターナショナルプラントネームズインデックス。 インターナショナル・オーガニゼーション・フォー・プラント・インフォメーション、2012年7月19日、閲覧。ABCDEFGH ・フローラオブ・チャイナ、23、PP、161-163、小杉和樹、リシリ島におけるモ虎コ・ガマの記録、リシリ研究第26巻、2007年、47から48ページ。高田淳、秋田県産ガマ族の分類と一日種。 水槽研究開始第94巻、2010年、10から20ページ。勝山テイルを、ガマ科日本の気化植物、清水立美平凡社、東京、2003年、292ページ。倉曽野智博、角野安を、日本のモコガマ、兵庫県産、モコガマの再検討、分類第12巻、2013年、141から151ページ。AN、N クラスノバ、オンザシストマティックスオブセクションイングラーツベル、オブハイドラフィリックジーナスタイファエル。ランドウォーターバイオロジーさん、229-233。ありがとうございます。